2022年シーズン、ヤクルトの村上宗隆選手が令和初、そして史上最年少で三冠王を達成しました。そんな村上選手は三兄弟の次男で、一足早く野球を始めた兄の背中を追いかけていました。そんな彼と同じく5歳離れた弟の村上慶太選手もまた兄を追いかけ、プロ入りを目指して野球をしています。今回は村上選手の弟慶太選手のドラフトにまつわる裏話をご紹介します。2004年、野球一家の村上家の末っ子として生まれた慶太選手は、兄たちの野球をしている姿に憧れを持ち、その背中を追いかけるように野球を始めました。そして中学時代には全国大会3度出場に貢献するなど頭角を現します。中学2年の時、兄の宗隆選手がドラフトで指名されたことに感銘を受け、自身も兄のようになりたいと強く思うようになります。その後、兄と同じ九州の名門九州学院に進学し、1年の秋からファーストのスタメンに名を連ねました。兄より大きい身長190センチという恵まれた体を武器に、兄と同じように1年生からチームの主力として活躍します。その後3年の時には悲願であった自身初の甲子園を経験し、ベスト8入りを果たし、この年大活躍していた兄の影響もあり、その名は全国区となりました。甲子園で見せたヘッドスピードの速さや、肥後のベーブルースとも言われた兄よりも大きい体格から、スカウトの目に留まることも増えた慶太選手、プロ入りも可能ではないかという話もちらほら出つつありました。実際に各球団が映像をチェックしたり、慶太選手の試合を見に球場へ足を運び、いい体をしていて将来性を感じる、春にまだ身長が伸びているような話を聞いていた、サイズは申し分なし、バットを振る力など今後が楽しみ、雰囲気が兄によく似ているなどと将来性を評価するコメントも上がっていました。ただ高校時代の実績は物足りなさを感じさせるもので、高校通算52本塁打だった兄に対して慶太選手は通算7本、パワーと技術が足りず、当初から指名の当落線上という評価だったようです。あるスポーツ紙では、バッティング以上に気になったのが走塁面、内野ゴロエラーの時の一塁駆け抜けやツーベース、スリーベースの時のランニングは早々に足を緩めるシーンが多く、全力疾走する姿はほとんど見られなかったと評論家が指摘しており、プロ入りは難しいという声も少なくありませんでした。獲得に匂わせ、その後プロ志望届を提出した慶太選手、昨年の秋、冬も打てていないことはなかったんですが、自分は通用するのかなと心配になりました。そこでお兄ちゃんに相談した時に、可能性があるならば挑戦しろと、覚悟を決めて挑戦してやろうと思いましたと、兄からも背中を押されたそうです。また甲子園で納得いくバッティングができず、自分のせいでチームが負けてしまったと自信をなくしかけていた時にも、高校でいい選手だったとしてもプロに行ったらそんなの関係なくなる、練習したやつが勝つ、だからお前も覚悟を決めてプロの世界で練習すればいい、プロで活躍できるチャンスはあると兄に葉っぱをかけられたそうです。そして迎えた2022年のドラフト会議、さまざまな選手が特集を組まれる中、慶太選手も注目選手の一人としてニュースやネット記事などで話題に上がっていました。しかし結局最後まで指名されることはありませんでした。そしてこのことに怒り心頭だったと噂される人物がいたそうです。それは兄の村上宗隆選手。あるテレビ局関係者は次のように語ります。シーズン中、村上に弟さんの指名を考えている、うちのスカウトの評価も非常に高いと、関係者を通じて弟の指名を確約するようなことを言ったセ・リーグの球団の監督がいたそうです。これには弟のプロ入りに半信半疑だった村上も大喜び、事実実績はそれほどなくても、あの体格があればプロで鍛えればものになるという声が複数の球団から出ていたので、期待するのも当然。村上兄弟にしてみれば、話が違うと裏切られたような心境になったのではないか。ライバル球団の確約とも言える言葉は嘘だったのかと怒りをあらわにしたようです。また一部報道、あくまでも噂レベルの話ですが、この確約を受けて死亡届を出したとの話もあるようです。また指名漏れの裏には慶太選手が通っている高校の方針もあるとされています。
もともと九州学院は進学志向の強い学校です。 OB であるオリックスの小田裕也選手、阪神の島田海里選手、横浜の伊勢博夢選手はいずれも大学を経てプロ入りしており、お決まりのルートになっています。過去にドラフト1位で入団した九州学院の選手が高卒入団で苦しい思いをしたことで、高卒入団についての考えを改めたという当時の監督の意向があるそうです。こうした学校側の事情も啓太選手の指名漏れの一因だと言われています。日本大学の2023年度スポーツ推薦に村上啓太選手が合格したことが明らかになりました。他の甲子園出場組では山梨学院の榎谷怜央投手、浦和学院の伊丹和弘選手、二松学舎大附属の瀬谷弘夢選手、木更津総合の菊池弘樹選手、敦賀気比の上加世田来希選手などがいます。10月20日に行われたドラフト会議で、無念の指名漏れから約1ヶ月後、日大のスポーツ推薦を受験して見事合格したのです。日大の片岡翔吾監督は、うちの打撃陣にはない飛ばす才能を持っている、そういう内野手を探していたと言葉を弾ませました。まさにダイヤの原石です。啓太選手は強気な性格も魅力の一つです。日本を代表するバッターとなった兄について、異次元の世界と謙遜しますが、自分のプレーで村上宗隆を村上啓太の兄と言わせるように頑張ろうと思いますと背中を追います。ドラフト後、九州学院へ練習の視察に訪れた片岡監督に啓太選手は、4年後ドラフト1位でプロに行きたいですと言い切りました。片岡監督は、バットコントロールが上手なので木のバットにも対応できる、体を作って一つ上のレベルに行けば夢は必ず叶うとバッターとしての才能を高く評価。今後は2023年2月の入寮後にチームへ合流する予定です。兄と同じ神宮を本拠地とする東都リーグで神様に近づきます。2022年は指名漏れとはなりましたが、そのポテンシャルと恵まれた体格はすでにお墨付き。大学の4年間で技術を身につけ、高校時代にはかなわなかったチームを勝たせるバッターへと成長してほしいですね。